では帝国より少々早い時間でございますが、皆様、お揃いでございますので、会議の方を開催させていただきます。会議に先立ちご案内申し上げます。同会議構成員でございます森参与におかれましては、本日都合により欠席となってございますので、ご承知ください。また、本日次第には15時までの記載と、されておりますが、連携会議の方は14時30分をめどに開催をしたいと、考えてございます。なお、この会議の終了後、隣の第二会議室におきまして、中北薬品様との連携協定の締結式を行います。それから締結式の終了後に、当庁舎別館において大学との連携交流拠点施設の内覧会を行います。ご承知おき願います。またこの内覧会には協定締結先の3大学からもご参加いただいており、この会議とは別に3大学関係者が別室で打ち合わせを行う予定でございます。3大学皆様関係者がお揃いとなることから、次第にございます協議事項が終了する頃に皆様へご紹介をしたいと考えておりますので、ご承知おきください。また前回同様、ケーブルテレビ各社が会議の様子を撮影し、後日放送し、静岡県ホームページ内の富士の国ネットテレビにおいても後日配信する予定でございますので、ご承知おき願います。それでは開会にあたり、議長であります静岡県特別補佐官土屋正幸よりご挨拶申し上げます。静岡県特別補佐官補佐官土屋でございます。本日は年末をお忙しながらお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本年度で3回目になります。通算でいきますと23回目の加茂広域連携会議ということになりますけれども、この会議につきましてはですね、皆さん方のご記録のもと、さまざまな仕事が実行に移されました。これは地方制度調査会という組織が今動いておりまして、その中のこの29回の専門小委員会というのが今月の17日に開催をされておりますけれども、その中でもこの中の取り組みがご紹介をさせて、していただいています。具体的に言いますと、県と市町村による一体的なサービス提供の構築という例としてですね、指導主事の派遣の問題、それから消費生活センターの設置の問題、これに関しまして先進事例として紹介されているということで、全国的にもこの会議自体はにつきましては注目されておりますので、皆さん方のご努力、今後のご活躍、ご努力をお願いしたいと思ってございます。それから前回10月2日にこの会議がございました。その後いろんなことがございましたので、ちょっとそこを簡単に説明させていただきますと、10月の2日に終わったその後にですね、これ伊豆市でマウンテンバイクのフェスイベントがオリンピックのございました。その中で東部の20市長の組長の皆さん方にお集まりいただいて、イベントを見ていただいたわけなんですけれども、なかなか難しいコースだったということもあって、日本人選手は50数人トータルで参加したんですけれども、日本人選手は結果男子が1人完走だけと、あとは途中でリタイアという状態になりました。かなり難しいコースですけれども、世界に誇れるコースだというふうな評価をいただいてますので、今後来年の本番に向けてですね、さらにしっかりしていきたいというふうに思ってございます。それから10月の7日8日これは移動地質で知事がこちらに来られまして、下田市長様、それから南町さんに現場にも参加いただいて、平田さんと笠野にもご参加いただいて、本当にありがとうございました。お世話になりました。それからそれを挟むところで、県全体の話で言いますと、ワールドカップラグビーが開催をされました。9月28日から10月の11日というのが本県の開催でございますけれども、すごい多くの人数が入っていただいたということがあって、トータルでいきますと、17万人ほどの方がこのエコパに集まっていただいて、試合を見ていただきました。これ全国でいきますとですね、東京と横浜抜くと、大きな人数的に言いますと上から 1,2,3,4 という4番までが静岡だったということで、立地の問題と、あるいは静岡のこのスポーツに対する感覚というのが評価されたというふうに書いてございます。その時お客様もこちらの方にかなり参っておりまして、宿泊は少なかったんですけども、下田の方までですね、日本も来た方が来ていたという話もございまして、来年のオリンピックに向けて、外国人をこちらに来られるような仕組みを取りたいと思ってございますので、お願いしたいと思っています。合わせてその時にですね、サンフロントで皆さんも会員になっておりますけれども、サンフロントの中でワールドビジネスセッションというのを、
クレマチスの丘で開催としました。これは神奈川県の方々、それから大使館の方々、その方集まっていただいて静岡のものを発信しているということで、今後いろんなイベントでですね、この地域を発信できるかなと思ってございますので、ご参画をお願いしたいと思ってございます。それからの10月24日には伊豆半島地域サミットで皆さんにご参加いただきまして、人づくり、富づくり、観光のづくりということで、皆さん方努力いただいたということをお話しいただきました。さらに伊豆全体でいきますと、11月頭からですね、全国の中学生野球大会というのが開催をされました。シダックスの志田さんが、開催をするということで、47の都道府県から48チームがですね、これ集まって大会を開いたということで、なかなか伊豆市の中でもですね、盛り上がっていたと、伊豆市中心ですけど盛り上がっていたということがございました。さらに12月10日、この辺りはにはですね、道の駅の伊豆月ヶ瀬がオープンしたということで、皆さん方もご参加いただきましたけれども、伊豆に来る道というのが西海岸の方へ行く道と、まっすぐ南に降りてくる道、2つの結節点に道の駅の9つ目ができたということで、伊豆半島のさらにつながり、連携、それから発信というのができるだろうというふうに期待してございます。その中でですね、台風の15号、19号というのがこの地ございまして、かなりの被害を受けておりまして、今回その補正予算というのも、今回の補正予算、今日森先生は欠席でございますけれども、時間に出させていただいて、補正予算、災害を中心とした補正予算を組ませていただいたということであります。一発目の補正できます31億円余、2発目追加でまして40億円余の補正予算を組ませていただいて災害タスクをしてございます。この市の例でいきますと、南町の歩道、南伊豆歩道、これ須崎の歩道ですけれども、これが復旧工事として今年度予算では500万円、来年までの債務負担を1100万円組んだということで対応させていただきました。それからのわさびにつきましてもですね、鹿児島地域については被害を受けているところもございますので、そこに対応させていただいた。それから伊豆の伊浜海岸の復旧ということで珍しいんですけれども、実は農地海岸ということでですね、普通でいくと建設海岸が多いですが、そういえば農業の方で予算を組んだ海岸の整備というのもさせていただいているということで、構築の対応をさせていただいてございます。そういうことで緊急なものにつきましては、なるべくお話を早めにいただいてですね、いろいろ対応させていただきますので、今後ともよろしくお願いしたいと思ってございます。そんなことで来年のオリンピックに向けてですね、さまざまな取り組みをさせていただいてて、今回補正にも載せていただきました。具体的に言いますと、大会期間中にですね、真ん中来る道が混むだろうということがあって、スカイラインを無料化にしようということで、観光客にも南側になるべくスムーズにさせるためにということでですね、大会の期間中には伊豆スカイラインは無料化をするという取り組みをさせていただくのと合わせて、もう一個山の交差点についても大会前には開通をさせるという取り組みをしてございますので、皆様との観光になるべく支障がないよう取り組んでまいりますので、心配なところがあればまたお話しいただければと思ってございます。そんなことで年末お質問ありましたけれども、来年度のいろんなことが来年起こっていますので、ここにつきましてもまたご協力をお願いできればと思ってございます。以上、状況の報告でございました。それでは理事に移りたいと思ってございます。事務局からの説明をお願いいたします。加茂地域局の山口です。座って説明をさせていただきます。本日の協議事項につきましては、県の担当課の報告を交えながらですね、説明をさせていただきます。資料、席次の後の別紙をお開きください。別紙1、2ページにつきましては、加茂地域広域連携会議のテーマの検討状況で、専門部会の開催検討状況としてまとめたものでございます。文字がご色体となっているものは、協議が継続しているものです。別紙3、ページ目のですね、A3 横の、第21回、第22回、加茂地域、広域連携会議の結果を踏まえた審議事項、報告事項の整理は、実態戦略2040を受けた加茂地域の姿を踏まえた今後の取り組みについて検討状況をまとめたものになります。表題の大、分野の項目ごと10月2日以降の状況を整理し、右端に、本日の協議事項、報告事項、資料番号を記載してありますので、今後ですね、説明する資料とともにですね、合わせて見ていただければ、
よろしいかと思います。それでは次第の1協議事項に入ります。本日の協議事項は教育委員会の共同設置専門部会と、若者定住専門部会に関わるもので、加茂地域教育振興方針が今年度で終了し、来年度の更新にあたって見直しを進めていますが、加茂地域住民向け、アンケートの実施の速報が出ましたので、合わせて、ご議論していただきたいと考えております。それでは資料1の加茂地域住民向けアンケートの実施について、速報について、加茂地域局芝次長、続いて資料2の、加茂地域、教育方針等について教育政策課中山課長から説明をお願いいたします。それでは資料1をご覧ください。このほど加茂地域の児童生徒を対象とするアンケート調査を実施いたしました。今回の調査は、後ほどご協議いただく加茂地域教育振興方針について、取り組み期間が今年度で終了し、来年度以降の地域方針を検討する時期となるため、調査結果を地域方針の検討に反映させるということで取り組んだものでございます。このアンケート調査は、平成28年度にも実施しております。前回は当時の加茂振興局において、加茂地域の将来像を描くことを目的に、地域内の全小中高校の最高学年の児童生徒を対象に実施いたしました。その時からちょうど3年を経過し、小学校6年生だった児童は中学3年生、中学3年生だった生徒が高校3年生となったこの機会を捉えて、児童生徒の地元志向の状況、その移り変わりなども調査してございます。さらに今回は、児童生徒の保護者を含む地域住民にもアンケートを実施しまして、子ども世代と親世代のアンケート調査結果に相関関係があるのかというような視点も含めて調査を進めてございます。児童生徒向けのアンケートは、資料1の表面の再下段項目を記載してございます。15年後にこの地域に住んでいたいかという項目のほか、その理由や将来やりたい仕事、中学高校生には進路などを調査しました。これら項目のうち、15年後の、希望については機械的に集計を進め、本会議に間に合ったため本日速報としてご紹介するものでございます。また地域住民向けのアンケートは、資料1の裏面中ほどに項目を記載してございます。地元に将来もっとたくさんの人に住んでほしいかなど聞きながら、自分の子供や孫に地元に住んでほしいかを聞いてございます。これはアンケートの調査項目を決める際に職場内で意見交換をした中で、地域の人口が減るのは困るという意識を自分のことと捉えているのか、人口減少を憂う一方で自分の子供にはこんな田舎に戻ってほしくないとか、自分の子供には自分の夢を叶えるために都会で一旗あげてほしいなどといった親世代の意識が子どもに伝わり、児童生徒向けのアンケートに影響しているのではないかといった意見があり、調査項目として加えた項目でございます。続いて A3 横長の資料に、市町ごと調査対象ごとに集計表を用意しました。1ページ目は、注意事項を記載した通り、この1ページだけは加茂地区計の表に高校生分を含んだ合計、各市町の表は小中学校のみの合計となっています。また高校生への調査については4ページ目に学校ごとの表とその合計をまとめてあります。3年前の調査と比較して、ございますが、住んでいたいという、希望の、比率が下がる中で、河津町はその比率が上がっている傾向が見受けられました。また4ページ目高校別の表では、南伊豆分校のみ上がっている傾向が見受けられます。また最後のページでは、前回の調査の時に小学6年生、今回、中3の、比較をしまして、全てに、住んでいたくないという傾向が見受けられています。今後、児
児童生徒向けのアンケートではその理由や将来の希望など調査は自由筆記のためどこまで前回調査と比較が可能なのか不明な点もございますが、できる範囲で分析を進めたいと考えています。また親世代中期地域住民向けのアンケート調査も、中継分析を進め、その結果を踏まえて今後、本会議の席で改めてご報告したいと考えております。冒頭申し上げた通り、新たな加茂地域教育振興方針や今後の具体的取り組みにも反映させてまいりたいと考えております。私からの説明は以上となります。続きまして、資料に教育委員会の共同設置専門部会について教育政策課中山からご説明いたします。よろしくお願いいたします。では座って説明させていただきます。12月の12日に第24回の専門部会を開催いたしました。資料2の2の協議内容のところにございます通り、加茂地域教育振興方針が今年度で終了するのに伴いまして、現在方針の進捗の状況の確認と成果の評価を行い、次年度以降の方針について検討いたしました。括弧1、現方針の評価というところにございますが、進捗状況については以下の通りでございます。主にですね、仕組み作りというところで、医師・校長連携した仕組み作りというところで、加茂地域教育振興センターの設置や指導主事の共同設置、また幼児教育アドバイザーの共同設置、高校におきましては加茂地域学校無力化推進協議会をの設置、また共同による公務支援システムの導入など、仕組み作りについてはかなり進んでおるというところでございます。大学大学院との連携につきましてはですね、私立大県大文芸大さんとの連携協定の締結で、また先ほど、後ほど内覧館の方もございますが、それの関連した加茂キャンパスの整備など、そういったですね、取り組みレベルにつきましては、連携して取り組むというのはかなり進んでいるという実感はありますが、2の課題のところにございます通り、先ほど、ご紹介がございました加茂地域教育振興方針の中で指標としてですね、中学卒業時に将来加茂地域に帰ってきたいと思う子どもの割合が目標値の 50% に対して、中学3年生の調査によりますと 23% ということでございまして、残念ながらですね、方針に基づいて我々取り組みをやってまいりましたが、現時点では成果には届いていないという状況にございます。そういった状況を踏まえまして、2面の方にございますけれども、次期方針の方向性と概要について検討をさせていただきました。こちらですね、将来こっちの地域に帰ってきたいといった子どもたちの育てると、そういったことに関して、その外へ出たいという子どもたちは、将来の仕事であるとか夢であるとか、そういったことによって外へ出る子どもたちもいらっしゃると、そういったような中で、果たして教育として何がこの地域に貢献することができるのかということで、議論をいたしました。そこでですね、やはり一つ、できることとして尽きる、我々としてできることとしては、子どもたちが加茂地域を好きになってもらう、その魅力を感じてもらうと、こういうことに尽きるのではないかというようなことが、一つ、方向性として、共通認識として生まれたと考えております。現在ですね、幼児教育アドバイザー、もしくは指導主事、加茂基地キャンパスなど、そういった取り組みも進んでおりますので、将来につながると、こういった取り組みを生かしまして、今後ですね、教育による振興、地域振興を目指して、さまざまな取り組みを進めるということで、一応いたしました。方向性といたしましては、まず加茂地域の将来に向けて、地域全体で取り組みを進めていくという一体感を作っていきましょう。で、2つ目としては、子どもたちが加茂地域に帰ってきたいと思えるような、地域の魅力を伝える教育の充実。3番、帰ってきたり、ですね、その後、大人になってからも学び続けること、また地域に貢献できるような環境づくり、この3つの柱で、取り組みを整理していきたいと考えております。で、具体的には、例えば地域全体で取り組みを進めている一体づくりのところにありますように、加茂の子と、ございます。今後の取り組みの柱に加茂の子という言葉がございますが、これも言葉としては加茂の子というのは出てきておったんですが、そもそもこの加茂の子は何かというような定義自体がですね、前回の方針の中ではされていなかったと、そういったことから始めましょうということを、また、その他幼児教育、幼小中高大、ここまで一貫した縦の連携をさらに進めていく、そしてその後、社会人まで含めてですね、連携を進めていくというようなことで、今後の取り組みを進めてまいりたいと。で、現在ですね、この加茂の子の理念や具体的な取り組みの内容につきましては、県及び各市町でですね、それぞれどのようなことが具体的に出るきるかというのを検討しております。で、次の2月の、専門部会にですね、そういったものを持ち寄って、最終的に振興方針の方を形で作っていきたいと考えております。
で、信号方針の話は以上でございます。3の報告内容のところですけれども、大学との連携ということで、こちらについてもですね、静岡大学と県立大学の皆様に当日ですね、部会にお越しいただきまして、今後加茂キャンパスを活用などして、どのようなことを、できるかというようなことを、ご紹介いただき、そちらについてですね、意見交換をさせていただきました。静岡大学につきましては、地域を学ぶ社会人コースというものを設置をしたいと考えておりまして、加茂地域において、そういった方々、地域活性化に関心を持つような方々を対象にしたコースをですね、こちらの加茂キャンパスを、起点としてやりたいと。キックオフセミナーの開催をしたいというふうに考えております。考えておられます。県立大学につきましては、観光コースができますので、こちらにですね、加茂地域の高校生が観光コースに来ていただき、また将来その子どもたちが地域に帰って活躍できるような、そういった循環を作っていきたいと。そこの手始めとして、とにかくですね、県立大学がまだ加茂地域に知られていないということで、各高校向けの説明会の開催を今年度中に行いたい、そのようなご希望をいただいております。今後につきましては、先ほど申し上げました通り、2月に改めて専門部会を開催いたしまして、進行方針の内容の協議を詰めの協議をしていきたいと考えております。以上でございます。ありがとうございました。それではただいまの説明事項についてご審議のほどをよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは今ご説明いたしました加茂地域住民向けアンケートの実施の結果の速報文、それから加茂地域教育振興方針等につきましてご意見とあればお願いしたいと思ってございます。特に全体の方 のアンケートについてはですね、全部の分析ができているわけではございませんけれども、教育指針を考えるうえでですね、必要だということで、そこでまとめたものを今回入れさせていただきました。でかなり母数も少ないこともあってですね、かなりの変化、数字は、何これっていうのも実はあります。ただそれも参考にしながらですね、今後どうするかということを考えていきたいということで、今回出させていただきましたので、ご推薦ければと思ってございます。ご意見あればお願いしたいと思います。では町長さん、お願いします。大変ありがたいと思います。本当このようなアンケート本当ありがとうございます。町の参考になります。それなら、これは真摯に受け止める中で、この減った理由とかね、その子どもたちがなぜこの町に住みたくないか、その理由が分かればね、また違った意味でまたいろんな町づくりもできると考えておりますので、アンケートに似たことではなくて、どうしてこうなったか、この子どものまた意見もちょっと書いていただきたいと思います。はい、今そういう集計をさせていただいてますので、全体をまとまった段階で見せていただくのと、今回は保護者の方についてもアンケートを一緒に取らせていただいてて、保護者の意見というのも子どもにどういう影響を与えているかというのもあるのかなという中の議論もあってですね、今回その調査を設置させてきました。で、先ほど母数の問題を持っていったのは、実は前回の調査の時に一番ショックだというふうにことを言われたのが東町長さんで、当時の中3の女子が9割が痛くないという評価だったんですね。この方は若干今回戻っています。母数が小さいものですから、何かの一人が言ったらその影響を受けるとか、そういう可能性もかなりありますので、ただ全体的にはここに住みたくないという方が増えていくことも確かですので、どんな原因でどう対応するか、またこの分析をさせていただければと思ってございます。今回こうやって2回目を継続することによって、前回答えた子どもたちがどうなったかという分析を一応させていただきますので、これとじゃあその元の気持ちはどうなったかということの分析結果を踏まえてですね、対策をお願いできればと思っています。そんな取り組みでございますけれども、何か他にこう感想等あればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。それからちょっと言ってきますと、先ほど高校生まで本当は追っかけたかったんですが、高校生の住所までは追っかけられませんでしたので、申し上げませんが、中学3年生の子が3年後の高校生になって、その方の意識がどう変わったかというのは分析ができておりませんので、そこは逆に、南伊豆分校の子どもたちは、行っている子どもたちは、ここに住んでいたいという方が逆に増えていると、それが南伊豆の子どもだけでもないものですから、そういう分析はすみません、できておりませんので、そういうことも含めて全体の適段階でですね、また見ていただければありがたいなというふうに思います。ただ、全体的な構造からいくと、やはりここに住みたくないという方が増えています。それは悪い意味だけではなくて、実はこれ、中でも相談させていただいたんですけれども、外へ出たがる方がいるのは、それはもうしょうがないんじゃないのかと、問題は帰ってきたくなるような魅力をどう作るかと、
あるいは外にいても、この地域を活性化させたいと思っていただけることがどうやってできるかというのが、やっぱり課題なのかなということも内部的にも話をさせていただきました。で、実は、こうして言うと、知事にもこれ見せて、簡単にこんな感じですと言ったら、そんなことやったら、あんただって出たじゃないかと私怒られました。すみません、私も高校はいなくなっちゃった、一人ですとございますけれども、それでもみんながこの地域やっぱり思うということも必要だろうと。そういう分析をするための、様子がですので、これで一喜一憂だけではなくてですね、という参考にお願いできればと思ってございます。その感想等、もしあれば、お願いしたいと思います。どうぞ、松井町長、お願いします。初めてこれを見てね、ショックを受けたわけじゃなくて、誰しもがですね、一旦は出たいんじゃないのかなと思うんですよね、子供の時も。これで、これを参考に、じゃあ、何をすればいいのかということについては、皆さん分かりますかね。町長としてね、町づくりを、じゃあ、これはこういうことだから、こういうふうにしようっていうのはね、具体的には、同行しようっていうのはないんだけれども、私はですね、もっと自分のこの地域をね、自信持っていいと思うんですよ。半年近く雪でもって経済とかね、そういったものが閉ざされるところじゃないんですよね。だからそういう強みをですね、生かしていくということを私はやっていこうと思うんですけどね、誰しも出たいと思うんですよ。それはこの地域に限らず、みんな東京に行きたいっていうのは、みんなどこの地域も思ってるじゃないですかね。だから私は、自信を持って、町田市長選をやってきますと。以上です。長者の必ず出るもので、実は設定がですね、15年後にいたいかどうかという設定させていただいてまして、15年後っていうと、例えば高校生で行きますと、15年後っていうのは30歳超えた年で、中学生でもどうぞ30歳ぐらい。私の政策とすると、一旦出てももう一回戻ろうと、そういう地域にしたいねっていうのが実は県の方向として作らせていただいてまして、中学生の子が30になったとき、15年後に行っても帰ってきたいねと思うような街を作るんだと、それで何をするかという意味の今回調査させていただきましたので、これもまたいろんな議論をしていただければありがたいなというのと、出た方が今度は戻って、それで今回の共同接種の専門部会の方でもですね、次の議論の中で、先ほど中山課長が報告いただきましたけれども、裏のページのところに、次期方針の方向性の概要というところがあります。これも先ほど説明いたしましたので、ちょっとまたご議論いただければと思うんですけれども、やる方向はやっぱり地域全体の取り組みを一定続けていくべきだろうということと、やっぱり子どもたちには地域の魅力を伝えるような教育が必要ではないか。もう一つは、子どもたちが一旦出ても地元が帰ってきてどうやって貢献できるかと。ここはやっぱり論点に議論を考えるべきじゃないかというのが専門部会の皆さん方のご意見でありました。今は私が一つ言ったのはこういう話だと思いますので、またご意見とあれば、皆さん出していただければありがたいなと思っています。どうぞ松井町長お願いします。はい、南水分校の結果が大変良かったのは、南水町長の姿勢がいいというふうに言われたら嬉しかったなと思うんですけども、今先ほどお話あった通りですね、保護者の方からも都会へ行って一旗あげていただきたいなんていう思いがあるというのは、これはまあ仕方ないのかなと思うんですけども、やはりですね、親の世代ですね、私たちですとか、それからおじいちゃんおばあちゃんもこんなところにいたってしょうがないんだからよそ行きなっていうような姿勢っていうのはあると思うんですね。当然僕ら親の中でもそういう家庭もあったと思います。しかしながら、やはりその親子関係というのがしっかりできていることによってですね、今回の災害、台風の時もそうですけど、私は神奈川に住んでて、親が一人でこっちに、おばあちゃんが一人で住んでるから町は見てくれというそういう話もあったんですけど、いや僕らはそこまで含めてこの土地に残ったんですと、親を見るために残ったんですということもお話しさせてもらったんですけど、やはりその辺のところの親子関係がですね、人間関係がしっかりできていることによって、子どもたちがやりたい仕事というのは当然、補佐官が言われたように一回外に出てやりたい仕事には疲れたり目標に向かうと思うんですけど、最終的に帰ってきたいと思うというのはやはり一番は人間関係だと思いますので、私ももうその
思いでですね、もうずっと毎朝子どもたちの通学路ですとか正門の前に、もうずっと立ってますので、それで子どもたちとのコミュニケーションを取ることによってですね、いろんなところで子どもたちに声をかけていただくということがありますので、やはり私は自分ができることはまず人間関係を構築することだと思ってますので、これは各家庭でも子どもばかりに、帰ってこい帰ってこいというよりは、やはり家庭として地域としてですね、やっぱ帰ってきてもらうような 人間関係をですね、構築していただきたいなというふうに皆さんにお願いしたいと思います。どうぞ会長さんお願いします。会長です。先ほどこのアンケートの結果を、紹介した中でですね、唯一幹事長だけが前回より伸びているというお話を聞いて、ある面で答え嬉しい思いもあります。それで自分の中でですね、どういうことがこの理由として考えられるのかなということをちょっと考えてみましたけど、自慢するわけではございませんけど、2つほど自分としてはあるのかなって、そんなことを思っています。一つはですね、会長は乳幼児から子育てサークルの活動ですとかですね、小学生を含めた都市間活動だって、そのボランティア活動が大変盛んでございまして、地域全体として子育てのに対する思いが強くて、この地域の子育て環境がですね、土壌にあるのではないのかなと、それをまず一点思っております。聞くところによりますと、今子育てサークルのですね、鴨地区の連携をしようという動きも若干あるようですので、この辺が一つ大きいのかなと思っています。で、二つ目はですね、特にこのアンケートを見ますと、中学生の3年生のポイントが高くて、その中でも男子が高いということでございます。これはですね、河津中学校でですね、総合学習で1年生から3年生まで河津桜祭りの対してですね、自主的に協力していただいていることが影響しているのではないのかなと考えております。これ具体的にはですね、子どもたちが自主的なボランティア活動として、例えば写真のスポットで写真を撮ってあげたり、自分たちで作った町の見どころのパンフを配ったり、ゴミを預かったりして、それでまた学年ごとですね、河川敷で合唱を観光客に披露をしております。これらの活動を通してですね、子どもたちがこの町の良さを認識をしたり、で地域の方やですね、観光客からの言葉などが大変大きく影響しているのではないのかな、そういうふうに考えられます。このことはですね、河津中頼りという学校の頼りがあるんですけど、教頭先生が書いておりますけど、子どもたちが自分たちの活動を地域で認めていただくことで、生徒の地域への愛着も増していくように感じますと、そう書いているわけでございます。そういうことで、この2つのですね、要因が会長が少しポイントがいいっていうのは、そんなこともあって、認めてもらうことだとか、やっぱりその町の その土壌といいますか、それに大きく影響しているのではないのかなって、あくまで推測の域なんですけど、そんなことを思いました。今と同じようなお話は前に1回紹介させていただきましたけれども、伊豆市でですね、ドッドツリーが子どもたちに観光新聞を使わせていました。各伊豆市の中での名所というところを回ってもらって、子どもたちにいいと思うやつを探索させて、それを本にする、それを外に発信するということをやったらですね、当時の話を聞きますと、地元にいたいという子どもたちが、最初は2割ぐらいだったやつが、割合には8割ぐらいの方がいいとがいっぱいあるということの認識で、それを本にしてあげたことがすごく喜ばれたというふうに聞いています。そんな取り組みもあちこちありますので、また全体としての取り組みの中に検討いただければありがたいと思っています。他皆様いかがでしょうか。一人お願いします。ちょっと先ほど増田町長からも出ましたけれども、辛辣な言い方をすれば、この数字が意味があるのかなと、いろんな解釈の仕方があると思うんですよ。残りたい、今残りたい人、出たい人ね、そういう数字もいろんな裏腹のこう見方があると思うんですよね。そういった観点からすると、本当に教育をしてこちらに、この地域に残らせる、残ってもらう、それが本当に有効だろうかということだと思うんです。また、15歳の子が15年後にこちらに帰ってき、たいという意欲が出るような町づくり、そういうのが教育で本当にその補えるのかと
ということだと思うんですね。でしかしこれはですね、非常に重要な問題で、やはりこの地域で生活してもいい生活ができると、自分の思っている生活ができる、そういうその多様な、ね、ニーズに応える、こういうその生活環境を作るということが一番重要じゃないのかというふうに思っているんです。特に職業がね、いろんな職業を選択をできると、将来で、そういうところがですね、この地域の魅力につながってくるんじゃないかというふうに考えておりまして、まあ、教育だけじゃなくて、やはり全般的にここで住んでもしっかりとした生活、なり合いは立っていくというふうなものを、非常に難しいかもしれませんけれども、そういうものを作らなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。はい、ありがとうございます。どうぞ、会長さんお願いします。私の個人的な考えになりますけど、先ほど教育現場の方がおっしゃってましたけど、やはり教育の役割っていうのがあると思います。まあ、最終的には子どもたちが出ていくっていう現実もあって、職業の問題もあるわけですけど、じゃあ教育としてこう何ができるかっていうことを考えたときに、私やっぱり子どもたちにやっぱちっちゃい時からこの町をこう好きになってもらったりとか、この町を知ってもらって、少しでもですね、そういう子どもたちを作ることが教育現場としてはこう大事じゃないのかなって、そんなふうに思ってますし、そのことが将来、まあ、全部とは言いませんので、少しでも残ってくれる、そういうちっちゃい時からのですね、育て方といいますか、教育が大事じゃないのかな、私はそんなふうに思ってます。以上です。教育の話がどこまでが教育かという話の概念の部分と、もう一つの職業に関しては今回調査もさせていただいていて、どんな職業に就きたいか、あるかないかという職業をさせていただいたり、教育もこの教育史に考えているのは、もっと幅広い学校教育のみならず社会教育を含めてという意味じゃないかと思いますので、そういう教育の幅の広さもあるかとは思いますけれども、そこの次の調査、前回の時も実はこの仕事に関しては調査をさせていただきました。でその分析の結果もちょっとまたマイナスもお分けしておきますけれども、やっぱりこの地域ないような職業が多かったというのが実はありました。それも今回もまた前回とどう変わっているかということも含めてですね、比較させていただければいいかなというふうに思っています。他にありますればお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。また全体通して最後にまたあればお願いしたいと思います。そこで実はこの議論をですね、ずっとさせていただいてて、大学に関して先ほど報告ありましたけれども、今週大学ということも、大学生を合わせ、こちらにいてもらうということも価値があるだろうということで、キャンパスを今回作らせていただくということになりました。その中で3大学の先生方がですね、ちょっと今ご挨拶のことを後ろにお見えになってますので、ちょっとご挨拶させていただければありがたいと思ってございます。すみません、お願いします。静岡大学の特任教授の平岡と申します。この加茂地域では、松崎、東伊豆では学館の学生たちがお世話になっておりますし、それ以外にも南伊豆その他で皆さん方に大変お世話になっていると思います。またこのキャンパスを使いまして、また新たな活動ができればというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん方のご協力をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。静岡県立大学経営情報学部観光コースの教授をしています八木と申します。私ども県立大学におきましても、県の大学でありますので、当然県の、この観光産業というのを県の基幹産業の一つとして、さらに発展させていくと、当然そこには私どもとしても、やるべきことがいっぱいあるだろうというように思っています。で、また詳しくはまたご紹介のする機会があるかと思うんですけれど、ともかく、ここに学生を連れてきて、学生にこの地の魅力良さというのを知ってもらうというようなことを考えています。具体的には当面ですけれど、2月のですね、河津桜、この時に学生延べ20人から30人ここに連れてきて、河津に連れてきて、河津桜を見に来る観光客、これに対して行動分析のアンケートを取りたいと。そこはアンケートをするにあたっては、地元の役場の方、商工会の方、観光協会の方からと合わせて質問項目を作っていくと。
で、それをまた地元に還元していくと、このようなまず取り組みからスタートしていきたいと思います。それはまあ、カーズだけではなくて、カモ、石、五町、それぞれで、まあ、輪番でやっていきたいと思ってますので、今後こともいろいろとお世話になりますけれども、よろしく、どうかよろしくお願いいたします。静岡文化芸術大学の副学長をしております池上と申します。私どもの大学は浜松にございますので、いささか先ほどの2つの大学と比べると距離があるわけですけれども、実は昨年度、本学が交流協定を結んでいるトルコの大学と、本学の学生たちが英語でデザインのワークショップを行うという取り組みを下田市でも数日行うことができました。地元の方々に大変お世話になって、実り多い成果を得ることができたというふうに報告を受けています。昨日も民間の方々ともお話をする中で、伊豆のこれだけ豊かな資源をですね、いかに付加価値をつけていくかということが21世紀大事なんだろうなと思っております。その意味で、私ども文化政策学部に今年から、文明観光学コースというのができました。またデザイン学部の学生たちも付加価値をつけて世に出していくというようなところを専門に勉強してますんで、一緒に新しいものを作っていければいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本当に三大学の先生からありがとうございます。また後ほどですね、会場に見せていただきますので、早期打ち合わせをお願いいたしたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、ご紹介させていただきました。大学生が来ることによって大学生にも、刺激になりますし、こちらに子どもたちも刺激になる、だろうということで、こういう取り組みをさせていただきますので、今後ともよろしくお願いしたいと思ってございます。それでは報告、次の理事の2、報告事項につきまして事務局の説明をお願いいたします。はい、最初に、括弧1自治体戦略2040を受けた加茂地域の姿を踏まえた今後の取り組みについてでございます。先ほどの別紙の3ページ目の A4 横の第21回第22回加茂地域広域連携会議の結果を踏まえた審議事項、報告事項の整理をご覧ください。大分野子育て教育のうち広域での学校再編、組合立学校の設立等は、次期加茂地域教育方針にて令和2年度から研究を始めることと、前回会議では確認をいただいております。この際、南伊豆町長より組合立学校に移行する要件の質問がございましたので、このご質問について今日は資料3をご用意しております。義務教育課戸塚課長代理から説明をお願いします。義務教育課の戸塚です。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。資料の方、県内における組合立学校の状況ということでございます。前回この会議で質問がございました。質問の要旨としましては、少子化等により学校を統合する場合に、そして組合立学校を設立する場合に、子どもの数が減るような、その減る数について何か基準はございますかといった質問でございました。この質問に対しまして、あと、県内における組合立学校の状況も含めまして説明をさせていただきます。資料の方2番3番で、基本的なおさらいということで定義と法的根拠をまとめさせていただいております。組合立学校でございますけれども、複数の市町村によって設けられた一部事務組合が設立する小中学校、高等学校でございます。法的な根拠でございますが、ご覧のとおり地方自治法に基づくものでございまして、そちらの方を要約いたしますと、設立または規約の変更、こちらの際には都道府県知事の許可を得ることになっております。で、質問に該当する部分でございますが、その下の許可の要件というところでございます。許可にあたりましては、一部事務組合の設立の手続きの適法性ですね、こちらをはじめ、あとは公益性、地域の振興など、さまざまな観点から判断がされるものですので、生徒数の減少、これが特に要件となっているものではございません。最後の一番下の表でございます。県内における組合立学校の設立例ということでございますけれども、県内では小学校が1校、中学校が2校の計3校が該当しております。
一番右のところを見ていただくと設立の年度が、相当昔ということになっております。こちらの学校の所在の方が、市の教会のもうギリギリのところにございまして、隣町との行き来こういった面から、まあ、歴史的な流れの中で、今の状況に至っているとこのように思われます。説明は以上でございます。ありがとうございました。続きましてまた A3 横長の表に戻っていただきまして、大分野子育て教育の学校施設活用による持続可能なコミュニティの実現は前回会議の際に西伊豆町長より空いた公共施設に対する県の考え方についてご質問がございました。この質問に対して資料4を用意しております。市長行財政課山田課長から説明をお願いいたします。はい、市長行財政課山田でございます。着座のまま失礼をいたします。資料4でございます。前回ご指摘をいただいた件、まあ、公共施設の、まあ、管理の在り方ということでございます。国の方の考え方そして県の方の考え方をここにまとめさせていただきました。資料4の2番のところでございますけれども、公共施設、まあ、国の通知をご紹介しています。まあ、これ端的に申し上げますとですね、廃止ありきではなく人口減少を踏まえた将来の施設の在り方を見極める必要性について言及しているということで、全文はですね裏面の別点1という形で付けさせていただいております。資料1枚目の方にも戻りいただきまして、参考までにですね別点2も付けてございます。町長からですねお話の中で例示があった学校施設の場合を取り上げますとですね、これは文科省が出しているパンフレットですけれども、まあ、国の考え方を裏付けるようにですね、まあ、他の目的での活用事例というものもまとめてですね、紹介をして地方を支援しているという形になります。資料1枚目の3でございますけれども、これから県の考え方ということでですね、対応をこれまでの対応をご紹介させていただいています。括弧1のところにございますようにですね、人口減少化の公共施設管理を取り巻く課題、まあ、県はですね集約化複合化を、まあ、主な切り口としつつですね、市町の状況に応じた既存施設の在り方を検討することが重要であると認識しております。まあ、市長から取り組みを進めにあたってですね、相談があればですね、国が公共施設等総合管理計画それから個別施設計画を策定すること、これを条件にですね有利な記載、これは充当率 90% 交付税措置率 30% から 50%、こういう制度もございますので、こうした制度の活用をですね、ご助言をしているところでございます。また地方公会計の活用というものが進んでおりまして、これはですね、公共施設の管理に必要な固定資産台帳、これを統一的な基準に基づく財務書類の整備によって、まあ、見える化を進めていると。ただこれなかなかやろうとすると難しいものですから、施設の老朽化の現況把握といったものをですね、私ども行政経営研究会、県と市長で設置してございますけど、この中にですね、公会計の活用というテーマをですね、設けて勉強会をやらせていただいています。これ大変ご好評いただいてましてですね、この加茂地域ではですね、これをきっかけとして総務省の有識者を招いてですね、東伊豆町長さんの方で熱心にやられて、まあ、住民説明会などを夏に開かれていると、そういった状況でございます。最後にまとめとしましてですね、別点3をご用意してございます。まあ、人口減少に伴う公共施設の課題というのはですね、この地区に限った話ではございません。まあ、西伊豆町長様に限った話ではございません。市長に共通した課題ということでございます。一般的にですね、これ行政財産が多くなればなるほどですね、維持管理費用が増加する、これは前回の会議の時にすでに、土屋特別補佐官の方からご助言があったというふうに承知してますけれども、したがって管理頻度が低い施設を存続させるということになればですね、安全対策の視点を加えた適正な管理水準の確保、それからその管理コストというものが課題となってございます。まあ、このグラフにありますようにですね、住民1人当たりの行政財産の面積を見るとですね、加茂地域は現時点では県平均よりもまあやや高い傾向にとどまるというもののですね、将来の人口減少率が大きいものですから、施設面積を維持した場合には住民1人当たりの施設所有の負担が重くなる傾向にあるということでございます。従いまして加茂地域は、他地域に比べて住民サービスの維持と管理コストのバランスを念頭に置きながらですね、施設の多機能化あるいはコンパクト化などの検討を進めることが特に重要であるという認識でおります。以上であります。ありがとうございました。
続きまして、また A3 に戻りまして、大分野の医療介護のうち外国人労働者の検討についてでございます。医療介護の分野に限らず幅広に人材不足という課題への対策を検討していくこととなり、第22回会議において特定技能実習制度説明会の取り組みをご報告しております。この際、東伊豆町長より特定技能の宿泊の分野の研修会についてご要望をいただきました。このご要望につきまして、本日は資料5を用意しております。職業能力開発課、増田課長からご説明をお願いします。はい、職業能力開発課長の増田でございます。着座にて失礼いたします。本年4月より特定技能制度が始まりまして、人材不足が著しい14分野におきまして、外国人労働者の受け入れが可能となりました。政府の試算によれば、5年間で約34万5千人を受け入れるということでございました。そして初年度につきましては、この試験等の関係の体制といったものを考慮いたしますと、外国人技能実習生からの移行が中心になるだろうというふうに考えられておりました。このため静岡県におきましては、名古屋出入国在留管理局および国際研修協力機構ジスコさん、あるいは静岡労働局、あるいは経済4団体、各市長等の連携いたしまして、この特定技能技能実習制度の説明会を開催したところでございます。県内12会場で開催いたしまして、832人の方が参加されました。で、この説明会の内容につきましては、単に制度の概要を伝えるだけではなく、私どもこの新しいこの制度ができる中でですね、静岡県が外国人材から選ばれると、ここがポイントになるだろうということを考えまして、資料にも書いてございますように、技能実習生と住民との共生に取り組む、そうした企業の取り組みを参考事例ということでご報告いただきまして、各企業における取り組みが横展開広がっていくことを狙ったものでございます。そしてこの説明会、832人参加されたと申しましたけれども、例えば特定技能実習制度の指導を行う管理団体でありますとか、特定技能で企業をサポートする登録支援機関などが大体100人くらい、あとは製造業関係、やはり静岡県ものづくりですので、120人ほどというようなことで、あとそれからもう一つが、この入管に申請を行う、取り次ぎを行う行政書士さんですね、こうした方々が70人ぐらいと、このような形でさまざまな方が参加されました。分野別もかなりの方々が参加されたわけですけれども、この資料を見てご覧いただきますと、後半の部分が参加者が少なくなっているといったことがちょっとお分かりいただけると思います。これはこの特定技能制度が予想に反してなかなか広がっていかなかった、その結果関心が少し下がってしまったのではないのかなというところがございます。実際に参加者の方々からのご意見におきましても、制度の概要は分かったけれども、特定技能の詳細をもう少し知りたいといったようなこと、あるいは技能実習制度と比較して特定技能は企業の負担がどうなるのかと、そういったようなこと、あるいは自分のところにいる自社の社員、技能実習生がそのまま特定技能として移行できるかどうか、そういった詳細を知りたいといったようなこと等もありまして、ちょっとなかなか踏み切ることができないというようなご意見もいただきました。そこで今回ですね、重要分野について個別の分野別の説明会を開催することとしたものでございます。14分野のうち、とりあえず今回第1弾として行いますのは7分野を8会場で開催いたします。残りの分野につきましても、関係所轄省庁と調整がつき次第実施をしていく予定でございます。ただですね、いくつかの分野につきましてはまだちょっと都道府県での説明に踏み切るのは難しいなというのもございます。例えばですね、自動車整備につきましては、この自動運転が始まることに伴ってその制度が少し変わると、整備これにつきまして、いろいろその現場の方では忙しい状況があるというようなことで、6月以降に開催してほしいというような要望を受けておりますので、こちらにつきましては来年度の実施を予定していると。あるいは建設業界につきましては、建設事業振興基金が、年明けにも各県で説明会を行うので、そちらの方を見てほしいといった話もありましたので、そのような形で取り組んでいきたいと思います。そして加茂地区でございます。こちらの方でご要望いただきましたので、観光庁の方と調整いたしました結果、2月26日にこの下田総合庁舎2階第3会議室において開催する運びになってございます。
なお内容につきましては観光庁の説明のほかですね、一つこの技能実習特定技能の関係におきましては送り出し国の状況がよくわからないといった課題もございますので、そこにつきましても我々ちょっと専門家の方をお呼びしてお話をしていただくような、そのような準備を進めてございます。なお裏面にそのスケジュール全体出ておりますけれども、こちらの予定につきましては本日午後2時、県庁記者クラブにおきまして、情報提供いたしまして公募を開始する運びとなっておりますのでご承知ください。説明は以上でございます。ありがとうございました。続きまして、A さんの方に戻りまして、大分野、公共交通機関についてです。本日は ICT を活用した公共交通機関の実現への取り組みとして本年度実証実験が行われております伊豆半島観光型マースと自動運転につきまして資料6を用意しております。本日は下田土木事務所長の森本所長から説明をお願いいたします。はい、下田土木事務所の 森本です。座って説明させていただきます。資料6のですね、真ん中のカラーの部分をご覧ください。駅のようなですね、交通拠点から目的地を結ぶバス、タクシーなどの、二次交通と呼んでおりますけれども、この二次交通を使って、上手に、組み合わせたり結びつけることによって、抵抗なく移動できる、シームレスで移動できるサービスを、マモリティ・アズ・ア・アース、サービスといって、MARSと呼んでございます。で、今年度は JR 東日本と東急が交通事業者等の関係機関と連携しまして、実行委員会による推進体制のもと実施しているものでございます。観光施設や宿泊施設を目的とする観光型 MARS はですね、日本初になりまして伊豆地域で実施しております。特徴といたしましては、インターネットを活用した予約決済システム iZuko、 それから小型モビリティによる自動運転を組み合わせているものが特徴です。次の2ページをご覧ください。まず DC 期間中4月1日から6月30日のフェーズ1に対して、今回は、使い勝手の改良、商品内容の拡充、それから自動運転の試行の組み合わせによりまして、今回の12月の1日から行ってございますが、16日までの半月で602枚のチケット、それから267人の参加ということで、前回の3ヶ月間と同程度の実績を挙げてございます。今後も引き続き実験の方を進めてまいります。次に自動運転の実証実験についてでございます。少子高齢化とかインバウンド対応というようなですね、今後将来に向け新たな地域交通システムによる課題解決を図るために進めているものでございまして、自動走行等の技術支援を行うことによりまして、乗務員不足、高齢者の移動などの地域の交通課題への解決策、それから社会需要性の確認、また次世代自動車関連の技術開発を促進するものでございます。昨年度エコパで社会実験を行いまして、今年度は松崎町下田市で行ってございます。松崎町においては11月25日から12月5日共愛道路の走行技術を検証、また住民移動を支える新たな交通サービスの検討を行うもので、2人乗りの超小型タイプで行いまして、100名ほどの参加で行ってございます。また、下田市につきましては12月9日から、19日まで伊豆、観光マース実験との連携、それから観光客と住民の快適な移動を表現するサービスの検討のため行ってございまして、4人乗りのカート型タイプで行ってございまして、約200名の参加になってございます。今後はですね、これらのデータを解析し、来年度に向かった計画策定を行っていくところです。またですね、各関係市町の皆さんに協力いただきながらですね、調整していきたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして A さんの大分野空間管理防災についてでございます。前回会議で集落支援員の活用について各市長の意向を確認させていただき、幹事会で検討することとなっておりました。その後来年度活用予定の市長がないことを確認し、18日に開催した幹事会では制度活用の研究等について今後は必要に応じ対応していくという結論となりました。本日は
県内の活用状況の情報共有を目的としまして資料7をご用意しております。地域振興課山田課長からご説明をお願いいたします。地域振興課長山田でございます。よろしくお願いします。座って説明をさせていただきます。資料7にございますが、集落支援員制度でございます。集落への目配りということで集落点検でありますとか住民同士の話し合いの促進ということで、1人当たり雇用いたしますと特別交付税にて、1000人で350万円、県人で40万円程度の、費用がカバーされるという制度設計となっております。こちらにつきましては、地域おこし協力隊と同じ特別交付税措置ということでございますが、地域おこし協力隊が3年ということでございますけれども集落支援員は特に年度の区切りがないということでございます。で来年、令和2年度からは、会計年度任用職員という制度が始まりますけれども、特別な知識技能というわけではございませんので特別職非常勤職員という形での雇用はできないということで会計年度任用職員で雇用いただいて、公務員の身分で任用するという方法が一つ、もう一つは、委託形式ということで、委嘱という形でやることも可能というような制度になっております。現時点で、県内では静岡、浜松、小山の3市町での、予定があるということでございますが全国に目を向けてみますと、今年度は1000人で1391人、県人で3467人でございまして、ちょっと一例をご紹介いたしますと、新潟県でございますが全国第5位1000人で71名の雇用、これはこちらちょっと資料には書いてございませんが、がございますということでございます。でメリットといたしましては集落での話し合い議論が頻繁に行われるようになった、集落における情報ニーズの把握が容易になった、集落との調整が円滑になったというアンケート結果がございます。具体にどんなことをやったかと申しますと地域の話し合いに実際に入りまして気軽な立ち寄りの場所を作りましたと、さらに除雪活動組織などの地域活動組織の設立も行いました。また学生や移住者との交流、伝統行事や地域文化の継承やお祭りの復活、そして一人暮らしの高齢者などとお出かけ隊ということで月に一度程度買い物に出かけました、また地域おこし協力隊とも連携しましたというような具体な施策の成果が出ているところでございます。導入への苦労ということで苦労話も入っておりまして、当該集落へ制度を説明すること、それから集落支援員の人選、どうやって人を確保するか、それと、まあ、役所の中でございますけれども財政当局ほか説明理解の促進といったものが課題として挙げられているということでございますのでご紹介申し上げます。裏面にはですね全国で、少し、特殊な例ということで、和歌山県の紀美野町では、看護師さんを雇用いたしまして、独居高齢者要配慮者宅の訪問して見守りを行うという事例がございます。この他に山口県の長門市におきましても、福祉エリア支援員ということで看護師や作業療法士さんを、雇用いたしまして、血圧測定健康相談などのサロンや地方の徘徊模擬訓練子育て支援センターの訪問などの3世代交流企画などといった、まあ、地域ニーズに合った人材の雇用というものも行っております。また下にあります長野県松川町では地域おこし協力隊とともに生きがい作りや誇りの醸成に関わる事業等も行っているということでございます。まあ、こちらは財源措置が特別交付税であるということもありますけれども実際には地域のニーズにどのように対応するかという政策がまず第一でございますのでこういった事例も参考にしながらご活用についてご検討いただければ幸いでございます。以上でございます。ありがとうございました。括弧1の、実態戦略2040を受けた加茂地域の姿を踏まえた今後の取り組みについての、ね、報告は以上でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは実際戦略2040を受けた加茂地域の姿を見据えた今後の取り組み、いつか報告されてきましたけれども何かご質問等あればお願いします。
なければ次の報告事項等について説明させていただいてよろしいでしょうか。では、事務局から説明をお願いいたします。はい、続きまして、2報告事項の括弧に、教育委員会の共同設置部専門部会から、加茂キャンパス活用推進委員会の設置についてのご報告です。本日は資料8をご用意しております。教育政策課中山課長と加茂地域局芝次長からご説明をお願いいたします。はい、それでは資料8をご覧ください。加茂キャンパス活用推進委員会ということでございます。私からはこの加茂キャンパスの設置に至る前提としてですね、教育専門部会の動きについてご説明をいたします。先ほどちょっと申し上げましたが、現在の加茂地域教育振興方針の中で、加茂地域とですね、各大学とのですね、協力連携を進めるという事項がございまして、それに基づきまして昨年度、静岡大学、県立大学、文芸大学と、加茂一市5町の相互連携に関する協定を締結いたしました。でこれを踏まえた取り組みを先ほど申し上げた通り、社会人コースであるとか、フィールドワークであるか、そういったものを進めるにあたって、拠点となる施設といたしまして、こちら加茂キャンパスの整備を始めたという、進めているということでございます。概要につきましては、地域局の方から説明をお願いいたします。はい、引き続き資料8になります。施設の名称は、先ほど来、申し上げております加茂キャンパスという、名称といたしました。場所は、ここ下田総合庁舎、後ほどご案内しますが、別館の2階、3月末まで加茂保健所が、あったところでございます。また施設整備と合わせまして、施設の利活用のための体制整備を進めまして、12月、教育の共同設置専門部会にて、協議しまして、加茂キャンパス活用推進委員会を設置することで合意をいただいてございます。この、推進委員会では協定に基づく3大学との交流拠点連携のほか、各市長がそれぞれ連携協定している大学、それから地域の NPO など団体や地元小中高などの児童生徒との交流も合わせて促進し、加茂の子づくり、地域振興、観光活性化、人口減少対策などにかかる取り組みを推進してまいります。具体的な活用項目といたしまして、議団の表に整理してございます。開設記念としての基調講演の開催のほか、社会人コースの開催、先ほど来、説明出てます観光コースとの連携、また各大学のゼミ活動のフィールドワーク、大学間交流等にも想定してございます。資料8の裏面に推進体制のイメージをまとめてございます。3大学との連携協定を軸に、教育委員会の共同設置専門部会の構成にてございます県の関係機関、館内高校のほか、美しい創造センターにも参画をお願いしてございます。また各市長におかれましては、教育庁には委員会への参加を了解していただいてございますが、企画担当課や観光担当課にもご参加いただくことにより、実効性のある組織体を目指したいと考えてございます。ご協力をお願いいたします。また下段ございます通り、関係団体、商工会議所や商工会、観光協会、NPO 団体等にも情報共有を図り、地域における活動への展開を目指してまいります。今後の予定は4スケジュールの通り、年明けの1月24日に開所式を開催いたします。その際には静大丹沢理事副学長による基調講演のほか、加茂キャンパス活用推進委員会のキックオフ会議を開催いたします。皆様におかれましてはご出席のほどよろしくお願いいたします。また取材のほか、県立大学、文芸大学の基調講演も2月以降に実施し、皆様に、講演を、参加いただきたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。私からの説明は以上となります。ありがとうございました。加茂キャンパスの活用推進委員会の設置についての報告については以上でございます。はい、それでは教育委員会の、共同設置部専門部会の報告について何かご意見とあればお願いしたいと思います。はい、できればまた後ほどですね、場所見ながら、お話も聞けていただけておりますので、質問はまたその時に結構ですからお願いしたいと思います。では引き続き、
続いて2報告の括弧3、公共施設の長寿命化共同活用管理、括弧水道事業、専門部会から水道法の改正と県の取り組みについてのご報告でございます。本日は資料9をご用意しております、水利用課前島課長から説明をお願いいたします。水利用課長前島でございます。着座で失礼いたします。まずは水道法の改正等について、ご説明いたします。改正水道法につきましては、県の責務として水道の広域連携を推進すること、国の基本方針におきましては水道基盤強化計画を策定し実施することが明記されたところです。そして市長の責務としては水道事業の基盤強化に努めること、県の施策に協力することとされております。総務省と厚生労働省の連名の水道広域化推進プランの策定要請通知では、県が令和4年度末までにプランを策定すること、市長は県とともに広域化に取り組むこととされております。なおプランに基づき実施する広域化のための施設やシステムの整備に要する費用につきましては地方財政措置を講ずるとされております。近年施策に沿った国の予算については増額傾向にありますが、プランに基づく整備に関する補助メニューにつきましては対象の拡大や要件の緩和等の措置が見られます。今後広域化に関するメニューが拡大した場合は水道に関する既存の補助メニューが縮小されることが考えられます。広域化を視野に入れた更新計画、そして県の広域化推進プランの策定にご協力いただきますようお願いいたします。続いて県の取り組みについてご説明いたします。裏面をご覧ください。現在までの取り組み状況をまとめてございます。平成28年度当初、全国の市町村水道事業者に向けまして総務省から経営戦略の策定の要請、また厚生労働省から水道事業ビジョン策定の要請、また総務省と厚生労働省連名によりまして広域連携検討体制の構築の要請がなされたところです。平成28年当初の本会議におきまして各市町に共通で緊急性の高い行政分野の連携テーマとしまして、公共施設、これ水道事業ですけれども施設の長寿命化共同活用管理について専門部会を設置し県行政経営研究会と合同会議として課題を共有しまして解決に向けた検討を始めることとなりました。検討の結果、資料に記載のとおり平成29年2月の本会議におきまして経営戦略水道ビジョンの共通使用書を作成するとともに総務省の新たな広域連携促進事業を活用した経営及び施設の連携プランの成果を報告したところでございます。以下現在までの主な取り組みを記載させてございます。表の資料に戻りください。本年4月から西伊豆町を除く一市四町で財務会計システムのクラウド共同利用の開始と相なりました。本年度また全市長を対象とした経営戦略のヒアリングを実施し戦略の内容を確認させていただいたところです。全県的にはクロポチにあります通り2点の傾向が見られました。加茂地域の特性として、住民1人当たりが維持管理のために負担すべき管路延長が他地域の 1.5 倍から2倍と長く、また1人当たりの料金負担も
他地域の2倍と大きい地域でありまして、さらに将来的な人口減少率が県内他地域よりも大きいと推計されていますことから、住民1人当たりの負担格差も大きくなることが想定されたところです。そのため市長単独の経営戦略では対策に限界があり、広域連携を含めた水道事業経営の基盤強化が急がれるところであります。括弧2をご覧ください。県としましては令和4年度の水道広域化推進プランの策定に向けまして、令和2年度から3年度にかけ県内を5県域に分けまして水道広域化シミュレーションの実施を予定しております。加茂地域は令和3年度に実施する計画でありますが、この実施にあたりましては平成28年度の検証結果を踏まえた上で他の広域化の先行事例等を参考としながら新たな連携パターンについて複数検証を行い効果を数値化いたします。またシミュレーションにおける各市町の経営分析の結果については経営戦略のヒアリングにより得られた加茂地域の特性と合わせまして市長にフィードバックさせていただきますので、経営戦略の見直しの際に活用していただきたいと考えております。これら県の取り組みにつきましては11月6日に各市長の水道担当課長様及び財政担当者様にご説明差し上げておりますけれども、改めて本会においても報告させていただきました。以上で水道法の改正と県の取り組みの報告とさせていただきます。ありがとうございました。公共施設の長寿命化共同活用管理専門部会の報告は以上となります。はい、それではただいまの報告につきまして何かご意見とあればお願いしたいと思います。峰山さん、あとお願いします。水道の広域連携については非常にいいことだと思うんですけども、この地域では可能性があるんですか。水系がそれぞれ違う水系で水道を取っていると思うんですけども、広域連携ってどういうふうにしてやるのか。一つの河川でいろんなところがそこから水道を取っているというなら広域連携できると思うんですけど、それぞれ水系が違うところから連携できるとか、ちょっとどういうふうにするか、ちょっとご説明があれば。イメージの話を言いますと、まず5県域に分けるというのは、すべて水系同士で分けているわけではないというのが前提があります。川の大河川というのは、道をつなぐ再建です、河川ですけれども、現実問題、取って出水というのは、その国の河川だけではない。で、かつ線がつながっていないのが実態だというのが、今の現状です。各市町村ごとには線はつながっておりません。この広域化の話については実は3年平成28年の時にその議論を始めてですね、何らか広域化で無駄を省けないかという議論をこの中でさせていただきました。その議論は実は川町さんと下田市さんの境のところとか川と東の境のところ、ああいうところをお互いに使うことによってコストが下がるんじゃないかと、無駄もなくなるんじゃないかというところは議論をさせていただいたところでありました。他の関係につきましても実は水道に関しましては水道の線の分と簡易水道、飲用水供給事業という3本の種類の供給体制がございます。送水がつながっているところは実は他の県でもございません。で水系が似ているところはあんまりないという点の中で何ができるかというのを議論しようということで実はこの加茂地域も同じようなことをさせていただいたと。でその中では当時の議論を思い出しますと、薬液ですね、薬なんかを共通で購入できないか、でコストが安くなるんじゃないか。で今回の場合クラウドでシステムをクラウド化してコストを下げようねということで、まずそこからスタートしているというのがこの地区の実態です。全国的に経営を改善するために何ができるかというのを議論しようというのがこの法の性格だと思ってますので、管路をつなぐことだけではないというふうには議論意識をしておりますので、そういうのを意識でいいかと思いますが、いいですか。はい、おっしゃる通りです。例えば神奈川水系といってもですね、神奈川の御主川から取っているのというのと市長をまたぐ線というのはほとんどないのが実は実態です。管路はありません。たまたまここの地区の場合は河津町さんの分の逆さ側が下田市に行っている分が
すぐに切るんじゃないかという議論とですね、東シーズの境の部分の水は使えないかという議論から実はスタートさせていただきましたけれども、なかなか水路は難しいねという話で結果終わってますけれども、ただもう一つ議論は、当時の議論のもう一回思い出していただくとですね、20年後30年後には供給の水量が減ってくるはずだと、でそれに関して今の管路を維持できるかどうかという議論が大きくありまして、今の管路を維持するためには、古い管路を直さなきゃいけない、そのコストをどうするか、量についても例えば下田市の場合、もともとが観光客用に用意したものが観光客それほどないと、どうしたらコストを下げれるかということを議論しようということから始まっています。そういう意味で全部がつながるだけではないということの議論の結果だったと思いますので、何ができるかをご明言いただければというふうな感じでおります。それで今回の法が、実は私どもの議論の時はそういう法がありませんでした。その私どもやった議論の通りに法が変わってきたというのが実態かと思いますので、この取り組みを来年平成令和3年からこちからしていくということですので、ご承知いただければと思います。すみません、簡単に当時の議論はそんな話でございました。他に何かあればお願いします。よろしいですか。では次の議題のその他について事務局から説明をお願いします。はい、資料10と資料11はですね、一括して私の方からご説明をします。まず10の方ですが、カモマルシェ2019が11月4日にですね、河津バカデル公園で開催されました。当日町長の方にも来ていただきました。ありがとうございます。もともと加茂地域のですね、興味を改めて喚起熟成してですね、将来加茂地域に戻ってきてもらいたいと思う加茂の子作りの実践の場ということで始めました。文化系の活動を活躍する場がなかなかないものですから、こういう場を通じてですね、やっていっていただきたいということで始めたものです。出展の状況については真ん中の箱のところで館内高校からそれぞれ表のような出展をしていただきました。参加者の声ではですね、生徒からはですね、総じてですね、本当に参加してよかったと、本当こういう機会があってありがたいと。で、先生方からもですね、特に吹奏楽部の場をこういう形で作っていただいて、新1年生がですね、スタートする時期で非常によかったと。今後の取り組みにつきましては、一応3年で事業の見直しを県の方は要求するんですが、これが3年経って、実質2回しかやってないんですけれども、非常に今回ですね、関係の方々の評価もありましたので、一市五町とちゃんと協力をしてですね、また3年間の事業検討をしていきたいと。で、その場合にはですね、県が単独でやるということよりは、市長の皆さんの参加とか、ここにも2ポーツ目にあります移住者や高校 OB、OG とのコラボ、あるいは、今年度、伊豆チャレンジアワードというのを3月21日に行われるんですが、それとの連携でですね、マルシェ会場で研修をしていただくとか、そういうことを含め、関係しながらですね、来年度以降もちょっと考えていきたいと思っております。で、11の方はですね、ポケモンプロジェクトで、この説明もちょっとしてありますので、時間もありませんので、今後の取り組みのところだけご説明させていただきます。11月の6日にですね、ナイアンティックの社長と知事が表敬をしていただ訪問していただいてですね、観光振興、地域振興、健康増進、防災対策で連携することを確認しました。で、今後の取り組みとしてはですね、伊豆半島全体のポケストップマットというのをエリアごと、周遊観光マップとセットしたものをですね、今年度末までに今作っているところでございます。これによりですね、周遊をしていただいて、特に閑散期にイベントを実施するようなことにつなげたい。で、次に、ゲーム上でですね、伊豆半島を周遊するスタンプラリーの実施、これはナイアンティック側がですね、今、来年度に向けてアップデートする内容を考えてくれていて、鋭意努力していただいているところで、それが実現するとですね、伊豆半島を舞台にしたゲームというのが、できてくるということになっていきます。全国的な部分で周遊するスタンプラリー的なものは汎用性が高いので、どこでもできるんですけれども、そういうことがされるということが今後の展開としてあります。あと防災対策としてですね、避難地や一時避難所をゲーム上のポケストップとして表記するよう申請を今しております。ここに書いてあります通り、今新規
ポケストップ290箇所を申請をしておりまして、これはですね、観光の方でもですね、どういうところに避難できるかという情報がここで得られるということで有用じゃないかということで、こういう取り組みをしているところです。以上でございます。はい、ありがとうございました。今のポケブルプロジェクトは山口さんがこちら来た時から始めてて、山口プロジェクトと言われてますので気持ちが入りすぎかもしれませんけれども、ポケモンはですね、全世界で10億ダウンロードされているような仕組みソフトなんだそうです。この方が日本に来た時に、インバウンドを含めてですね、活用できるような取り組みをしていきたいと思いますので、今後ともお願いしたいと思います。また随時報告いたしますのでお願いします。それでは、ただいま報告ありました事項と何か質問ありますでしょうか。なければ全体通しても構いませんが、何かあればお願いしたいと思います。南町長さん、お願いします。地域集落支援についてちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。ちょっとこれ検討をしたんですけれども、どのように活用するかということですね。地域の高齢者を含めた中での交通がの問題がありまして、なかなか公共交通があるがためにですね、そのような輸送が確保できないということで、地域集落支援員の採用によって地域の交通を賄うことができるのか、城宅ですとか、民意を圧迫ということに関して、特別支障があるのかどうかということをちょっとお伺いします。やり方にちょっと困ってますけれども、実際には交通の関係になる住民との問題と絡んできますかね。運輸局の問題あるかもしれませんので、今できる範囲でどうぞこれ答えてください。はい、いわゆる城宅については、許認可の関係がありますので、この事業では実際の事業までは持っていけないということで、実際のその話し合いのところまでということで伺っております。またちょっと詳細の方、法律関係のところはお調べしまして、またご連絡をさせていただくようにいたします。私の方からあります。昨年いた時にですね、今小山町でですね、道の駅を利用した、いろんな活動をしているんですが、その中に、やっぱり、地域住民をこうやって運ぶということを、そういう城宅みたいなことをですね、やるということがありまして、その中で要は仕事で協議会を開くんです。その中に交通事業者とかすべて入れます。そのタクシー、その方々がいいよって言ってくれた時に可能性が出るんです。で、そういうところの合意形成をしないとなかなか難しいんですが、その時の、合意形成の過程において集落員支援制度というのを利用できるかどうかというのは、またちょっと山田課長に聞かなきゃわからないんですが、そういう部分でやっぱり田舎の方の足の確保というのが一番今どこでも、課題になっているんですから、今それを手掛けようとしている市長があるので、また地域振興課の方にですね、データをもらった探してもらってですね、参考にしてもらえればかなと思います。その場で、代金のやり取りがあるとちょっとまずいと思うんですけども、集落支援という給料が保障されている中で、地域のさまざまな先ほどの見守りですとか、そういうことを含めた中で、じゃあ明日買い物に行きたいからということで連れていくという、いわゆる近所の人がやっているようなことを集落支援という形でできればという形で考えたんですけど、ですから理想を言えば、南伊豆の場合は34地区あるんですけど、34地区に1人ずつっていうのはなかなか厳しいんで、旧6カ村あるんで6カ村に1人ずつですとか、そういう形で支援員として、地域の活動をした中で、それで、じゃあ月曜日はここの地区の人たちを買い物に行くよ、結局買い物に行くのは、ある程度できると思うんですけど、年金を農協に卸し行くですとか、郵便局にちょっと送り物し行くよという、そういう軽微なものがですね、そういう形でできないかなと。で、自動運転の件もあるんですけど、自動運転じゃあいつになったらこの下田南伊豆できるのって言ったら、やっぱり10年以上かかるじゃないですか。高齢者10年以上待てないんで、もう本当に明日でも明後日でもこういうことができればということですね。モデルケースとしてでも構わないので、南伊豆ですとか加茂県域でできると、これはありがたいかなと考えたところです。今の場合無料の前提でもいいということでしょうか。料金全然その方は無料です。無料だとすると運送法上全然話が変わってくるので、ちょっとどういうのが前提されるかによって変わってくるかと思ってますから、ちょっとどれならできるということの議論をさせていただいて、やる手法で
例えばいろんな業務の中で一つ見守りを入れる、それをこう車を使って移動させるということになるので、町の事業としてやるって格好になってくるから、できればないかなって気がするんだけど、お金投資になるとちょっとややこしいですね、運営が関係しますけれども、どれができるかっていうのをちょっと議論させていただければありがたいなと思います。ここにありましたらいかがでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ予定の議事についてはこれで終了させていただきますので、進行を事務局にお返しします。それでは予定の議事はこれで終了となります。なお引き続き隣第二会議室において加茂地域一市五町と中津製薬品の協定締結式を行いますので、関係者の皆様は移動をお願いいたします。加茂キャンパスの内覧会、協定式の後に別館2階で行いますので、時間に都合のつく方はそちらへ、足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。